こちら用意しましたよ。元素コンプリート目指していこうかなと思います。カリウムゲットしました。ゲットしました。こちらウランいました。皆さんこんにちは、一岡元気です。今回はですね、こちら皆さん大好きな元素ですね、元素を集めていこうかなと思っております。元素といえばね、地球から全てのね元素は、導き出されてきたということでね、石から金属とか元素がね抽出されてきているわけです。今回はですね、なんか石をね展示して販売しているミネラルマルシェというところに行って、こちら用意しましたよ。いくつかの元素を入れるためのケース、ここにねどんどん元素を入れていって元素コンプリートを目指していこうかなと思います。今回ね、みなとみらいのミネラルマルシェに来ていまして、特別ゲストの方がいらっしゃっています。レイユール先生です。ちょっとここね、閉館まであとね2時間ない、1時間半くらいなので、はい、できれば110元素全部行きたい。110元素ですか。約110のね元素集め行ってみましょう。化石、鉱物、隕石、何でも揃っているミネラルマルシェなんですけども、すごいですね。あ、ちょっと見てください、アンチモン、はい、おアンチモンある。で、見てこのでかいアンチモン、あ、これやばいですね。これやばい、だいぶ面白いですね。これ博物館で、そうですね。レイユール先生、35万持ってますか。あ、ちょっと今ないカード対応してるからみたいな。先生に借りに行こうか。ちょっとこの辺見ますか。この辺見てきますか。石のミノルさんですね。いろんな綺麗な石がありますよ。ムーンストーンってなんかレア元素入ってないですか。ムーンストーン、ムーンストーンちょっと聞いたことないですね。ムーンストーンなんだろう。あ、カリウム、カリウム珍しいですね。今元素の入ってる石を探してるんですよ。なんかムーンストーン、カリウムが入ってるらしいんですけど、ほんの少しだけでいただけないんですか。全然大丈夫です。本当ですか。あの石野実さんの店長、あれ店長、母が店長、いつもお世話になってます。これにします。カリウム、これですよね。そうですね、カリウム1個目ですね。カリウム1個目、はい、カリウムゲットしました。ゲットしました。あ、エメラルド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 、ベリル、ベリリウム入ってます。ベリリウム、じゃあこれにします。はい、すごい、ベリリウムゲットです。続いていきましょうか。はい、はい、あのキャリーラックの店長のキャリーさんです。アフロです。アフロです。元素をちょっといろいろ探してまして、はいはい、ヒ素ですよね、はい、やば、ちょっとこれ見てください。ヒ素鉱物、ヒ素鉱物ですね。これヒ素、まずリアルガーいただきました。ちょっとこれあの全部大丈夫って言われたんですけど、はい、ちょっとそれはね申し訳ないので、はい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 、こちら持ってきました。ペンチ、あ、ヒ素自分やるんですね。あ、そうですね、はい、ヒ素は僕はちょっと触れない体質なんで。なるほど、そうですね、まあ、多分経過石はそんなに硬くないので。来た来た来た。ちょっとね、水銀の新車はありますか。新車あります。マジですか。新車、じゃあこちらいただけるということに。本当いつもお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひちょっとキャリーラックさんのところ、すごいね綺麗な結晶ありますので、ね、見に来ていただければと思います。了解です。あ、もう素手で行くんですか。あ、やばい、あー、おー、行きそうですね。すげえ、水銀ゲットです。七橋正一さん、よく銅のマラカイト置いてますよね、はい、結構綺麗な。これやばくないですか。ベルベットメラカイト、マラカイト、めっちゃ綺麗なんです。あ、めっちゃ綺麗ですね。裏側も綺麗。うわ、うわ、すごい、なんかビロードっぽいような、独特の。ちょっと今ご相談があるんですけど、元素を集めてまして。ありがとうございます。ちょっとここら辺とか大丈夫ですか。この辺り、この辺りを。やっぱ銅イオンの色ってこんな感じなんですかね。そうですね、まあ、銅イオンは基本的には緑と青、青系。銅ゲットしました。コッパー、あ、入った、あそこにピッチャーエンタープライズ、コバルト、いた、コバルト、確かにコバルトっぽい色しますね。塩化コバルトとかこういう色してますもんね。今の元素をこう集めてまして、ちょっとこの端のこのほんの少しだけいただいてもいいですか。ありがとうございます。いただきました。あ、ちょっとじゃあコバルト、コバルトのこの端っこの、はい、端っこの綺麗なピンク色のところを、はい、コバルトゲットです。このジオードがめっちゃ綺麗ですね。こちらのシーサーズラボさんですね。はい、いつもお世話になってます。レイユールでございます。怪獣石を毎回置いていただいているので。怪獣石、タングステン、ちょっと 、はい、見に行きましょう、はい、タングステン、タングステンありますか。おー、怪獣石、タングステン探してるんですよ。じゃあどうぞ。え、いいんですか。カ
欠片なんで。うわ、はい、すごいっすよこれ。紫外線当てるとね青く光るんですよね、はい、蛍光鉱物ですね。はい、ドクターストーンでも、ドクターストーンでも、はい、タングステン、うわ綺麗、タングステンゲットです。めちゃくちゃ重い。あ、すごいアホみたいな名前のやつがある。かっこいいガラスハモっちゃいました今まあ確かにね、こうやってやったらかっこいいですからね。かっこいいですね。いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。いらっしゃいました。こちらアニダイヤモンドアニさんです。ちょっとアニさん、今元素を探してまして、ダイヤモンドあります。ありますか。え、あ、原石ある。マジですか。やば、ダイヤの原石500円。ちょっとこれ1個買ってもいいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっとお支払い後でも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ちょっとじゃあ、はい、酸素。うわ、これ本物ですか、ダイヤモンド。これ本物原石のダイヤモンド。すごい、天然ダイヤモンド。フッ素のやつなんかでしたっけ、あのアパタイト。おお、すげえ。あ、こんな感じで出るんですね。わお、入った入った、やった。わお、ありがとうございます。リンゲットです。まだちょっと来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あのミロクストーンさん、いろんなね鉱物が売ってますよね、はいはい、カルサイトはありますね。カルサイトは崩壊石はカルシウムですか。カルシウムですね。炭酸カルシウムの単結晶。炭酸カルシウムの結晶。 ありがとうございます。大丈夫。おお、カルサイトからカルシウムゲットです。あ、満腹さんいらっしゃった。あの、いつもさんね、満腹さんですね、お店。なんかね、めちゃくちゃね、安くね、いろんな原石とかね、手に入るお店で、あ、ペリドットもありますね。今ですね、はい、いろんな元素を集めてまして、はい、お好きなだけ。お好きなだけ。お好きな。本当ですか。もうちょっと、はい、ほんの少しでいいので、ペリドットマグネシウム入ってるらしいんで、はい、いいですか。小さいやつ、はい、ありがとうございます。マグネシウムゲットです。ペリドット。これの流れでいくとアルミニウムとかは ルビーも大丈夫。あ、もうぜひぜひ。本当ですか、はい、ちょっとじゃあサンプルとして、ちょっとちっちゃいのですね。ちっちゃいの、ルビー、はい、ありがとうございます。え、ルビーがすごい。これってマンガン鉱ですね。両マンガン鉱なので。両マンガン鉱、はい、マンガンなかったですね。お、マンガンないんですね。マンガン、これもちょっとほんの少しで、すいません、はい、両マンガン鉱ということで、やっぱマンガンこの色ですよね。あー、すごい綺麗なサファイア。アルミニウムとクロム、まあアルミニウムのね、コランダムっていう鉱物なんで、ちょっとクロムに移動しましょう。磨いて、コランダムで磨いて、赤以外をサファイアっていうんですけど、そっちはですね、まあアルミニウムの鉱物なんで、サファイアをじゃあアルミニウムの、あ、綺麗、すごい綺麗な結晶まで見える。おー、これをじゃあね、アルミニウム鉱物サファイア、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。あ、いつもお世話になってるミネラルアドベンチャーの和田さんですね。よろしくお願いします。今あの元素を集めてまして、はい、例えばリチウムが入ってるものとか、はい、リチウムは、はい、リチウムの入ったトルマリンがリチアトルマリンですから。わ、すごい、綺麗。あ、ウォーターメロンです、ね、ウォーターメロントルマリンもリチウムが入ってるんですね、はい、リチウム、リチアトルマリンです。バナジウムありますか。これですか、バナジナイト。バナジナイトって名前がもうバナジウム。わ、すごい。いや、すごい。あ、すごい。 ありがとうございます本当ですか。あ、バナジウムゲットです。方円鉱とかはないんですかね。これはね、すげー綺麗。方円鉱はガレーナ。はいはいはい、遠慮せず持ってってください。いやいやいや、はい、ありがとうございます。方円鉱ですね、鉛。方円鉱、方円鉱、ガレーナ。ガレーナ、水晶の中に線が入ってるルチル、ルチルって、あれチタンなんですよね。うわ、これ見て、この金色のところ、これもこれですか。これは水晶の中に入ったルチルですね。じゃあ、いただいていきます。うわ、チタン。いや、ご好意により、はい、ミネラルアドベンチャー様からいただきました。あ、こちらちょっとね、石どころタッチャン、いつもお世話になってます、はい、タッチャンです。フッ素が入ってるやつとかないですかね。あ、フッ素、フローライトとか。あ、フローライト、はい、フローライト結構ね、はい、緑色とか青が多いですけど、はい、黄色、黄色なんですよね。ぜひありがとうございます。フッ素ゲットしました。だんだんこの辺から難しくなってきましたね。そうですね、数も少なくなってきまして。こちらのフェイスクリエーションに来ました、根岸さんです。今ですね、はい、ちょっとあの元素を石から。おお、すごい、ここに。うわー、綺麗ですね。ね、え、それいいんですか。お、水素ゲットしました、はい、シリコン。おお、
ね。シリコン。シリコン。ケイ素、半導体の原料とかになるやつ。ケイ素ゲットです。あ、セレスタイト。お、これセレスタイトはストロンチウムの、硫酸ストロンチウムの鉱物でしたっけね。ここに入りそうなサイズでいけますか。ストロンチウムゲットです。こちらの関華堂さんですね。店長のやっちゃんさんです。こちらはですね、なんか子供向けの発掘体験とか、あと化石とかを売ってたりとかしてますよね、はい、ちょっと今ですね、あの元素を探しておりまして、はい、これは岩塩。岩塩です。やば、岩塩なのでやっぱ塩化ナトリウム、ね、塩素とナトリウムですね。塩素とナトリウム、はい、一かけらいただけたりしますね。はい、どうぞ。あ、こんな感じですか。いい感じですね。ということで、まあ、ナトリウムと塩素2つゲットしました、はい、ありがとうございます。はい、こちらねエリオクさんに行きました。いつもお世話になってます、はい、小出さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サルファ硫黄、あ、これすごい、めっちゃ綺麗。そのまんまですね。これちょっとほんの少しだけいただけたりとか。そのままどうぞ。このまま、はい、ほんの少しだけ来ました。あ、いいですね。電子番号16番、硫黄。隕石とかってちっちゃいのってあります？隕鉄。隕鉄ってあります、はい、こんな感じの、すごい。500円のくじでも当たる鉄隕石ですね。アンチモン、鈴あたりありますか？キアン鉱。キアン鉱にアンチモンが入ってるんですね。アンチモン、これもキアン鉱結晶。いっぱいの割れてしまったやつがここにいっぱいあるんです。わー、すごい綺麗な。アンチモンゲットしました。アンチモンね、昔から欲しかったんですよね。 あとなんか取ってないものでありましたっけね。ウランってあります。あ、本当ですか。はい、1000ウラン。1000ウラン鉱、すごい。こちらウランいました。ありがとうございます。ウランゲットです。ウランでゴールでも良かったようなレベルですけどね。そうですね、すごい。今日ちょっとあの鉱物であの元素を探してまして。これクリスタル。クリスタル持ってちゃった。いいんですか。ありがとうございます。ちょっといつもお世話になっております。ホウ素、やば、入りました。ボロン、ホウ素ですね、はい、そしてクリスタル、二酸化ケイ素の酸素来ました。はい、いつもちょっとねお世話になってまして、エメラルドの原石とかねいくつか買わせていただきまして、また今後ともよろしくお願いします、はい、ちょっと最後サイエンスライブやってたところの前でグッズいろいろ展開してるんですけど、はい、これ光りますね。光るガラスですよ。これカドミウムガラスって言ってカドミウムが入ったんで、はいはいはい、カドミウムゲットです。はい、そしてさらに僕がね作ったこちらビスマスですね。ビスマスゲットですね。だいたい集まってきました ね、 ね、こんな感じですね。金がちょっと危ないかもしれない。あ、ちょっとずっと見に行きましょうか、はい、どっか炭金屋の、ね、野中店長ですね。今元素を集めてるんですけど、亜鉛鉱物って何かあります？このサイズのいいやつが別鉱亜鉛。別鉱亜鉛、なんか、はい、あんまり聞いたことないです ね。おお、すごい。鉄分をあまり含まない亜鉛という。亜鉛純粋な。はい。ライトを当てるとこう。別鉱色。確かに確かに。すごい。出るようなやつを選んでいただいて。あ、全然一粒くらいで。結晶綺麗かもしれない。あ、結晶綺麗ですね。ね、はい、おお。亜鉛。亜鉛。ゲットしました。炭金屋最後に来たの実はですね、炭金屋さんは金の石とかね、金鉱石よく、そうですね、はい、はい、取ってますもんね。金あります。金もちろん。おお、これ北海道で取ってきた、うん、砂金。これ一粒譲っていただくことが可能ですか？はい。あ、ですか。え、これを。あ、そんな大きいものですか？わかりやすいやつ。おお、あ、はい、素晴らしい。ということで金ゲットしました。はい、ということでね、全部の元素をちょっと出してたやつね集めてもらいましたね、はい、これからもちょっとね元素とか鉱物の実験やっていきますのでね、ぜひご覧いただければと思います。デイユール先生もね、はい、YouTube やってますので、あとクラレ先生の YouTube とかもね概要欄貼っておきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。科学楽しんでいただければと思います、はい、あとこの動画面白かったと思うのでぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。 Twitter、TikTok、Instagram でもねこういう情報事前に提供してますのでね、ぜひそちらもお願いします。